リニューアルしたのはこの先にある5階フロアなんですね。上がってみるとですね、もう一気に雰囲気がガラッと変わります。売り場の方を見てみると、もうシックでおしゃれな空間がこんなにも広がってます。 JU 米子高島屋の5階フロア、これまでは祭事などを行うスペースでしたが、先月リニューアルオープン。家具や家電、調理器具などを扱う売り場が集結し、豊富なライフグッズのフロアへと生まれ変わりました。中でも一押しなのが、注目の売り場はリビングハウス、こちらの売り場になりまして、オリジナル家具や雑貨をはじめ、あと何といっても彼の雑貨家具が取り揃っているというのが一番の魅力のポイントとなっております。サンイン初出店、インテリアショップリビングハウス。全国に25店舗以上を展開していますが、なんとここが日本一の売り場面積。おしゃれな家具、そして個性的な置物などなど、アイテムは実に1000点以上。中にはこんな超お宝商品も。実はこちらのゴリラ、日本に1体しかない商品でございまして、こちらも商品になっております。高さ2メートルを超える超巨大なゴリラのオブジェ、お値段はおよそ170万円。日本に一つだけというまさに超レア商品ですが、買う人はいるの？もう実はお問い合わせが何件かございまして、これを買いたいというようなお客様もおられる、大変このフロアの象徴的なゴリラになっております。一方で売れ筋は小さめの雑貨、特に人気なのはこちら、ゴリラモチーフのものもかなり人気になっておりまして、インパクトのある置物なんですけれども、お部屋にアクセントとしてちょっと飾ってみようかなみたいなお客様もいらっしゃいますし、またまたゴリラでした。あっちもこっちも目を引く商品ばかり。これまで山陰になかったようなおしゃれすぎるフロアへと生まれ変わったわけですが、一体なぜこれほどまでに思い切ったリニューアルを行うのでしょうか。このフロアの狙いは、中心市街地活性化の第3弾という位置づけで、新しいお客様を誘客して、この中心市街地がですね、もっともっとやっぱり賑やかになると。遡ること3週間ほど前のオープン前日、関係者向けの内覧会にカメラは潜入していました。 JU 米子高島屋が目指すのはズバリ地域の活性化です。中心市街地の活性化を目指すプロジェクトの第1弾は、去年3月、山陰の名産品や全国の銘菓を集めたフードスタジオ各番をオープン。去年6月には第2弾となる鳥取県内初のマックスバリューを地下1階フロアにオープン。日常的な食材も取り揃えました。そして今回第3弾のリニューアルにはこんな狙いが。感性も非常に高い売り場となっておりますので、若いお客様をこの地域に動員できるというふうに考えています。新たな客層として若い世代を取り込むのも目的の一つ。というわけで、おしゃれなだけでなく超画期的な最先端アイテムも勢ぞろいです。中でも皆さん驚いていただけるのが、あちらにあるチェアスピーカー、こういった感じで中に椅子が入っておりまして、こう包み込まれるような映画館独り占めみたいな、こう推し活のために買いたいとか、ライブ映像をこれで見たいっていうようなお客様もいらっしゃいます。360度から聞こえる音はまるで映像の中に入り込んだような迫力。気になるお値段はおよそ140万円。入ってみて。すごい。音がすごい響いてて。欲しいですか？欲しいですけど。高いでしょ。140万円です。140万円。
結構問い合わせもいただいております。もう推しのためなら安いとおっしゃる方もいらっしゃいます。こちらは一見普通の机のようですが、スピーカー、冷蔵庫、さらにはスマホの充電器と1台で何でもこなせちゃう優れもの。さらにこのゴミ箱、中が冷凍庫になっていて、生ゴミなどを凍らせることで嫌な匂いを防いでくれるんです。まさに最先端アイテムの宝庫。現在は市とともにアーケード街の整備計画も進めていて、地域の活性化に向けさらなるプロジェクトが進行中。どんなアイデアが飛び出すのか、今後の展開から目が離せません。